馬には人、人には馬、落ち重なり落ち重なり、さばかり深き谷一つおる、岩泉血を流し死骸お顔なせり。1180年9月、頼朝が鎌倉入りする少し前、木曽義仲が信濃で挙兵しました。この義仲は京の平家、東国の頼朝とともに3つ目の勢力として台頭し、源平合戦は三つどもえの戦局を迎えていくことになるんです。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は木曽義仲についてお話しします。とはいえ源氏の主流である頼朝や義経ほどの知名度はないので、よく知らない人もいるかもしれません。そもそもこの木曽義仲とは誰なのかというところから、家系図を使って確認していきます。先ほど言った頼朝や義経、彼らは源氏の主流なんですが、源氏は元をたどると清和天皇に行き着きます。清和天皇からの流れはこのようになっており、初期の清和源氏は摂津の国の多田の将を拠点としていました。なのでここら辺の源氏は多田源氏と呼ばれることが多いです。そして三つ中の子供、頼信と頼光の頃に2つに分かれます。ということで、この2つの流れを区別するために、頼光の方を摂津源氏、頼信の方を河内源氏と呼ぶんです。持ち人が領事を出した時に活躍した源の頼政はこの摂津源氏です。そして頼義の息子、義満から派生した源氏が甲斐源氏で、後に武田信玄がこの家系から生まれます。義家の子供が義親と義国、義国の子供義重から派生したのが新田、子孫としては新田義貞が有名です。一方義安から派生したのが足利、ここまで来たら察しがつくと思いますが、室町幕府初代将軍足利尊氏はこの家系です。為義の息子に義朝と義方がいるんですが、この義方の子供が義仲なので、これが木曽源氏となっています。義朝については何度か出てきたことがありますよね。頼朝と義経のお父さんです。さて清和源氏について一気に解説しましたが、ここからが本題です。実はこの義仲と頼朝、仲がいいとは言えないんです。源平合戦というと源氏対平家のイメージが強いですが、同じ源氏でも義仲と頼朝は協力しませんでした。義仲と頼朝は同じ源氏なのになぜ協力しなかったのというところからお話を始めていきます。その話は親の代にまで遡ります。父の為義とその子供の義朝は親子関係にあるものの、東国の覇権争いをしていたんです。そんな状況で弟の義方はどういう立場だったかというと、父である為義の味方をしていました。そして1155年、兄の義朝は弟義方の屋敷を襲わせ、この戦いによって義方は死んでしまいます。この時義方の家臣だった斎藤実盛は、義方の息子駒王丸を隠しつつ信濃の国木曽へと押し延びるんです。そして木曽の豪族中原兼遠に、この子を立派な武士に育ててくださいと無理を言って頼み込むんでした。この駒王丸こそが後の木曽義仲、木曽義仲からすれば父を源義朝に殺されたことになるんです。こういう経緯があって義仲は父の仇の息子頼朝を嫌っていたんです。さて木曽の豪族中原兼遠に引き取られた義仲ですが、この兼遠には3人の子供がいました。樋口兼光、今井兼平、巴御前です。義仲は幼少期から彼らと共に育ってきたので、心の底から信用していたと言っていいでしょう。ある人物が木曽義仲の元を訪れます。源行家です。彼は持ち人王と源頼政の使者として全国に散らばった源氏をめぐり、持ち人王の領事を伝えて回っていました。こうして木曽義仲は領事を受け取り挙兵します。頼朝の挙兵の1ヶ月後のことでした。しかし頼朝とは先ほど話したように親の代からの因縁があり、同じ源氏といえども協力することはありません。なんなら後に頼朝は手紙で、潰されたくなかったら息子を人質に出せと伝えたほどです。こうして都の平家、東国の頼朝、木曽の義仲という三大勢力に分かれて戦っていきます。さて挙兵した義仲ですが、近くの有力豪族に手紙を出して協力を仰ぎます。有名どころで言うと、この手紙を受けて根の井幸親と盾近忠が駆けつけました。有名とは言ってもピンとこない人が多いと思いますが、木曽四天王という言葉は聞いたことがあるかもしれません。この二人とさっき幼少期から共に過ごしてきたといった樋口兼光、今井兼平を加えた4人が木曽四天王です。このように近隣の豪族の中には源氏に味方する者がいたんですが、もちろん平家に味方する者もいました。城長持と笠原頼直です。
しかし、この城長持は、そもそも戦いのモチベーションが低く、笠原頼直は、源氏方に喧嘩を吹っかけたら、ボコボコにされそうになって、上司に助けを求めた人です。これだけ聞いたら、めっちゃ弱そうな二人なんですけど、彼らの兵は4万でした。対して、義仲たちの兵は3000。数で考えると、義仲は圧倒的に不利なんです。とはいえ、士気で勝っている時には、兵の数は勝負に関係なくなります。この時の木曽方は、確実に士気で勝っていました。ここで、義仲の家臣、井上光盛がある作戦を思いつきます。旗を使った騙し討ち作戦です。この頃は、源氏といえば白旗で、平家といえば赤旗を掲げて戦っていました。しかし、光盛が考えた作戦は、白旗ではなく赤旗を掲げる、というものでした。平家方としては、赤い旗を見れば味方だ、と勘違いして、近くまで近づくのを許してしまいます。しかし、十分に近づいたところで、すぐに白旗を掲げ直し、油断していた平家を一気に討ち取る、という作戦です。この作戦は大成功。突然敵が四方から現れる、という事態に平家方は混乱に陥り、兵の数では圧倒的に勝っているにもかかわらず、惨敗するんでした。もはやこの頃には、日本全体が反平家ムードとなっており、四国でも九州でも反平家の軍を挙げる、という反乱が頻繁に起こっています。平家に味方する人はどんどん減ってきており、平家は以前のように兵を集めることができなくなっていました。この頃、義仲は、頼朝のところへと息子、義高を人質として出し、後方の安全を得た上で、一気に京へと攻めていくんです。しかし、平家も黙ってはいられません。すでに清盛は亡くなっており、後を継いだ宗盛は、源氏との戦いに蹴りをつける覚悟で東国を攻めます。平家は、この出兵によって義仲追討の後に、頼朝まで討ち取ろうという考えでした。つまり、平家にとっての決戦です。最初の戦いは、火打ち城の戦いです。この時、義仲が火打ち城に配置してたのは6000騎。普通に戦えば、平家の大軍に負けてしまいます。個人的には、義仲は義経と肩を並べるほど戦がうまい、と思ってるんですが、この時の戦略も見事でした。まず、火打ち城の場所がすごくいい場所なんです。四方を山に囲まれており、城の前には能見川と新道川が流れています。これだけでも地形的に攻めにくい城だと思うんですが、さらに、ここへ一工夫加えます。川の流れをせき止めるんです。そうすると、川の水は溢れ出し、人工の湖が出来上がります。こうして、難攻不落の要塞が出来上がるんでした。しかし、城の中にいた平泉寺の長利斎明という人物が、実は平家の味方だったんです。この斎明は、矢に手紙をつけて平家の陣と飛ばします。その手紙には、この湖は川をせき止めているに過ぎない。堰を外せば水はなくなるでしょう。と書いてありました。これを受け取った平家は夜にこっそり堰を外し、水が引いたところで一気に攻め込みます。こうして平家は守備よく兵を進めていき、加賀と越中の国境である砺波山付近にまで到達します。これに対して義仲も砺波山に陣を張るんです。兵の数で言うと、義仲の軍勢は5万を7つに分けて、平家の軍勢は10万を2つに分けて戦います。義仲は依然、数で圧倒的に不利でした。こんな状況で挑んだのが、栗原峠の戦いです。やはり義仲、戦は上手いです。この栗原峠の戦いでも作戦を立てて向かいます。平地で戦えば数の暴力で義仲は確実に負けます。なので、山での戦いに持ち込むんです。運よく平家は山の中を移動中、ここから動けないようにしてしまえばいいんです。ということで、源氏の白旗を掲げて大軍のふりをしながら近づきます。そうなると平家はどのくらいの源氏が攻めてきたかもわからず、その場で止まります。さらに平家は戦においても作法を重んじていたんで、木曽方が15の兵を出して矢合戦を挑むと、平家方が15の兵を出してそれに応えるんです。この矢合戦が終わったら、兵の数を15から30へと増やして再度矢合戦、というように時間稼ぎをしていきます。義仲の狙いは、この時間稼ぎのうちに平家軍の後ろを取ることと、日が暮れて辺りが見えなくなることです。日が暮れた頃には矢合戦は終わり、土地勘がない平家としては、暗闇の中進軍するのは危険と考えて、その場で一晩の宿をすることになりました。しかし、これが義仲の狙い。木曽方の軍は大声を出しながら平家の陣へと攻め込んで、平家を混乱へと陥れます。この時に伝わっている伝承として、木曽方は松明を牛の角にくくりつけて平家を追いかけ回させたという話が有名です。周りが見えない平家は総崩れ、羊飼いの犬と羊のように平家を谷へと追い込んでいき、先が見えない平家はそこが崖だと知ることもなく、続々と谷の底へ落ちていきます。人には馬、馬には人が追い重なり、深い谷が平家で埋められ、
岩の間を流れる渓流は血で染まり、死骸が山となるんでした。こうして栗原峠の戦いは義仲の勝利で終わります。さて、この戦いの前に分かれた別動隊は四方で戦っていました。こっちの戦いでは木曽方が壁方に押し負け、撤退しているところへと合流します。しかし本隊の合流により形勢は逆転、平家は撤退して木曽方の勝利となるんです。しかしただ一人だけガンとして撤退せず戦い続けている老いた武士がいました。この姿を見て感激した手塚光盛は、味方が逃げてしまったのにただ一人残って戦うとはなんと見事、名前は何というのだと尋ねるんですが、名乗ることはありません。こうして名前がわからないまま戦いとなり、謎の武士は首を取られるんでした。光盛は木曽義仲の元へと首を持って帰ります。そして首見分の後に、この首は駒王丸と呼ばれていた義仲を命からがら木曽へと連れてきたあの斎藤実盛の首だとわかるんです。命の恩人を死なせてしまったことを知り、義仲は号泣、敵将でありながら手厚く葬ったんでした。さて、平家としては頼朝を討つために東国を攻めたんですが、途中で戦った木曽義仲に大敗を喫します。今まで京都で耐えていたものの、木曽が上洛してくると聞き、京の都を離れるんでした。次の動画では木曽義仲の上洛と平家都落ちについてお話しします。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を、撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。